後半です。さあ今回はですね、現在戦意制作中のこちら、わフォーカス早いクリアサイコザクのシールドとスパイクアーマー作っていきたいと思います。いや本当にここのパーツで楽しみにしてて、なんかこう象徴的じゃない、スパイクアーマーって。こっちかちょっとわかんないけど、それでは早速作業に入っていきたいと思います。ということで本日はまずシールドから組み立てていきたいと思います。 PC の2と3、なんかね、このこの作業を続けてきて、なんか思ったのが、クリアパーツとアルティメットニッパーって相性が悪いんだよね。なんか潰れちゃうから、もう個人の感想なんですけど、デザインナイフで切り落としてからなんかやすった方が綺麗にできる説がある。なんかすごくやすりがいがありそうで楽しみ。ちょっとカスいっぱいついちゃったんで一回洗ってきます。水研ぎしていくよ。うん、400番終わりました。ちょっと洗剤入れすぎたかな、めっちゃ泡泡だわ。よし、 OK らしくなってきたね。次はスパイクアーマー。なるほど、骨組みはグレーなんだね。なんかこれもね、どんな感じに透けるのか楽しみだね。おお、全部クリアだ。しかも今回結構この曲線だから、ヤスリがけにこう細心に注意を払っていきたいよね。ここさ、すごくヤスリかけにくい。デザインナイフで限界まで削ればいいのかな。400番でやってみたんだけど、これね、あれだね、中の方までちょっと白くなっちゃってるから、これ鉄でちょっと掘らないといけないかもしんない。これしかもさ、曲線だからさ、鉄ヤスリのさ、この丸い方でうまくこの曲線に合わせて削っていくっていうテクニックが必要かもしれん。絶対これ今日の夜肩痛くなるわ絶対今日の夜腰か肩に来てるわこれ。でも逆転の発想でさ、こんなに鉄ヤスリってさ簡単にパーツ削れるんだったらさ、自分のさ好みの形にプラモ自体を掘ったり削ったりできるってことだよね。形変えたりとか。みんな鉄でやってるのかな。はい、鉄ヤスリの力でちょっと発火しちゃった部分がね、目立たないとこまで削りました。なるべくね、曲線に沿ってやったんで、そんなボコッとはしてないと思います。うん、綺麗にできたんではないでしょうか。さあ、ということで早速これを透けさせていこう。この透け感がほんとおしゃれだよね。こっち割ってんのかな。やったー、できたー。いいねー。え、かっこよくない、この透け感。キラキラしてる、かっこいいね。はい、ということで今回はクリアザクのシールドとスパイクアーマー組み立てていきました。いや、ほんとこうスパイクアーマーがつくとザクらしくなるよね。ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら他の動画も見ていってくださいね。